アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はですね、バグフェスカウントダウンファイナルファンタジー11ですね、やっていきたいと思います。メンバー紹介まず見てみましょうか。11なんですけど、はい、ブリッシュ超絶持ちですね、超絶サイド超絶バースト持ってますね。はい、でリリゼットバースト持ちですね、ナジャ何もなしですね。じゃあちょっとスタメン風なやつ見ていきましょうか。まずあやめちゃんですね、メインアタッカーになるやつですね。はい、超絶持ち、千技持ち、オーバーフロー、奥義持ちですね。はい、でもってライオン、ライオン何だろう、何使ってんだろう、特にって感じですね。やっぱ品薄ですね。一番強いのが、シャントットちゃん、覚醒奥義、超絶戦技、オーバーフロー奥義、チェーンも持ってます。はい、でもってアフマウ、これ超絶ね、回復持ってるんでね、ヒーラーとしてはいきます。クリルラ、こいつのプロシルとどま、振りとどまる持ってますね。それでは行ってみましょうか。はい、早速ですがやってみたいと思います。はい、覚醒奥義欲しいですね、あやめちゃんの。で行ってみましょうか。バックフェスカウンターのシリーズハッピーラッキー、はい、行ってみましょう。あやめちゃんね、やっぱ覚醒奥義が欲しいですね。僕の過去の動画見てくれてる人ならわかると思うんですけど、あやめちゃんの覚醒奥義取るためにミスリル貯めるって言ったんですけど、結局回さなかったっていうあれだったんで、ちょっと悔しいんですけど、ちょっと回してみましょうか。あやめちゃん狙いで覚醒奥義ジャムでいきます。あやめちゃん覚醒奥義お願いします。出るかな、ちょっとねスタメン枠欲しいですね。来るか、おーミラボ1個来てますね。あやめちゃんの覚醒奥義のグラフィックがちょっと僕覚えてないな、どんな感じだろう。なんだこれ、まあやめちゃんではないことは確かですね。行ってみましょう。お、ニューだ、超絶、ライオンの超絶、なるほど、まあ、未生児アザースですね。はい、まあいいんじゃないですか、未所持だったんで。結構イレブンはね品薄な感じなんで、キャラ薄なんで評価できたんじゃないでしょうか。まあ、そんな感じでメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、今回はこの辺で終了したいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 DJ ソワレズでした。